こんにちは、秋葉仁です。無事にですね、ここ熊本県、天草市、道の駅、有明というところに着きました。まあ、約2日間かけてですね、走行距離1300キロぐらい走って、この道の駅に着いたんですが、まあここがですね、すごくいい。もう見晴らしも最高だし、で今日は天気も良かったので、これから夕日を見ようと思うんですけども、もう熊本入った時に僕のイメージとしてはね、ちょっと違ってたんですよ。熊本市内の方も、かなりね開けていて、すごくね、なんか都会だなというような感じが、してました。でそこから少し離れてこっちのね、五郷の方へ来たらですね、やっぱりこうすごいいい雰囲気、時間が止まったような感じがあってですね、のどかに、やっぱりこの九州に来ると目立つのはこのフェニックスの木ね。このフェニックスの木、これがねすごくね、なんか南国気分を味わしてくれるなということで、これからですね、この道の駅リップルランドというところで、夕日を見てからの、ここにね、笹波の湯という温泉が、今ちょっと木で隠れちゃってるんですけど、温泉があるので、そちらにですね、入って一風呂浴びてみたいと思います。なんたって2日間、昨日お風呂入ってないでしょ。だからもうね、獣臭臭くなりますんで、温泉でね、ゆっくりしてみたいと思います。この温泉からもね、夕日が多分眺められる感じなので、すごく綺麗に見えると思います。では早速行ってみたいと思います。そこにね、公衆トイレがあって、そこがさざ波の湯というちょっと高いところにあって、あそこからね、すごく夕日が綺麗に多分見えるんでしょうね。なので今行けばすごくいい感じと。でそこに、レストラン等々があるんですが、もうねレストランはね閉まっちゃってるんですよね。でさっきねリスナーさんが来た時に4時半ぐらいに来たみたいなんですが、その時にはもう、閉まっていたということで、ね、早めにこう売り切って閉まっちゃったよ感じなのかな。でここのナイスのたこ焼きがめちゃくちゃうまいし、でかいしという、たこ焼きみたいな直径7センチでかっていうびっくり焼きっていうのがあるらしいです。ああ残念ながらね、もうレストラン完全に閉まって、たこ焼き屋さんも閉まっちゃってますんでね、気を取り直してビーチの方へ出て行こうかなと思うんですが、ここがですね、この恋人の聖地じゃないんですけども、ほらシルエットすごくいいでしょう。これこういうふうにね、あの歩道橋があるんですよ。下にさっき通ってきた、この道があるんですけども、ここをね横断すると信号がないところなので、なんとこの歩道橋を渡ってくださいということらしいです。なのでそれ、ここからこの歩道橋を渡って反対側に出てみたいと思います。で多分ね、日が沈んだ後はね、帰りは結構暗い道になるかと思いますので、一応懐中電灯を1個持ってきております。これがこの橋だね。ちょっとこう、ちょっとカップルが喜びそうな、うわーいい雰囲気だねこれ。ほらどうよ、こっから見る夕日もすごくね綺麗でしょ。ほら見てこれ、このシルエットと見える感じ、たまんないでしょ。なんか日本じゃないみたいだよね。いやこっからの夕日もねたまらんですよ。ほらこのシルエットもなかなか良くない、これほらすごい綺麗に今日は見えるんじゃないかと。で日没がやはりこっち南の方なので若干遅くてですね、7時半ぐらいという情報が出ております。こっからねこう海を見ながら沈む夕日を見てもいいんですけども、やっぱりこの下の方に行きたいでしょう。だから沈むまでですね、若干こう散策をしながら行ってみたいと思います。まずはこのリップルランド、やっぱり有名なのがですね、タコのモニュメントが、あるということなので、そっち方面に今降りてます。で海水浴場は反対側の階段から降りるとそっち側へ、ね、出られるみたいなんですが、まずはタコのモニュメントをね、やっぱり見ないといけんでしょう。これは、まあ、そっち方面ね
テケ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 と、歩いてみたいと思います。いやすごくね、空気がね澄んでてうまいんだこれが。でずっと今回熊本に来るまで約2週間ぐらいですかね、仕事をしてたわけなんですけども、東京のねあの雑踏の中でいるとですね、この緑をなかなか見ることがないんですよ。なのでこう緑がねいっぱいあったりとか、そして後ろ側にこう海が広がっていたりとか、ものすごいね改めて来ると贅沢だなぁと、こりゃ贅沢だなぁと思える瞬間が来るわけです。で今日は風も穏やか、ほとんど吹いてない無風状態に近いということでですね、すごく過ごしやすい感じですね。ほらタコが拝んでますよ。これ今逆光になってるからね、あれですけども、ほらこういうタコさんがいらっしゃいます。そしてモニュメントがこの隣、ダジャーン、夕日で今逆光状態ですけども、こういうタコの、あ、壺から出てるような感じなんだね。これ有明タコ街道ということで、ほらタコがニョキーンと出ております。ニョキーンと、こういうのがあるタコ壺だ、タコ壺から出てるという感じです。でかい、結構でかいよこれ、これ結構でかい。これがやっぱりあれでしょう、有明タコ街道と書いたもんですね。有明タコ入道、ごタコがありますので、ごタコがありますよ。さあこういうタコのモニュメントを見てですね、いよいよ海岸の方へ行っていますか。ブラブラと歩きながら、いやすげえ気分がよろしいっす。お、各ところに階段があって、そこまで、うわ水きれい、めっちゃきれい、そういうところですね。すげえ海水がきれい。ここから降りられるんですけど、とりあえず砂浜の方がこの奥にあるみたいなので、そっち側へ向かってみたいと思います。とにかくね空気が澄んでてうまいですし、今降りてきた歩道橋がこちらですね。これいや、ここ何気なしにこうどこ道の駅行こうかなと考えながら選んでる時にここを見つけたわけなんですが、やっぱりね海岸も海水浴場もありので夕日が綺麗に見えるということでですね、ここを選んで正解だね。あ、もうこのままほら海へ突入できると。でここ島に渡ってくる時に釣り具屋さんもかなり多かったので、おそらく釣りやる方にとってはねたまらないと、たまらん感じと。ここは天草四郎が上陸した海岸で四郎ヶ浜海岸と呼ばれているんだ。へえ。いやこれねカップルで見てもね、で至る所にあえてベンチが用意されているので、カップルで来てちょっとねいい雰囲気の中、綺麗、いや君の方が綺麗だよと言いながらですね見てもよろしいんじゃないかと、そういう感じの場所ですね。これここすごくない、これ、ここほらここ出られるようになってるよ、ここ。あ、ここでもうほら海水の方にも行けるし、あらいいじゃない。これ海水浴場が多分そこのね暴風林邪魔されてないかな、ちょっと見ようか。まだ時間沈みゆくのにまだ30分ぐらい時間があるので、ちょっと海水ビーチの方へ出てみたいと思います。犬の連れ込み禁止、ね、真っ暗になるよこれ日が沈んだら。ちゃんとあそこまで戻れるかどうか心配になってきたよね。
いや、夕日がね、めちゃくちゃ綺麗です。あー、なんか重機止まってるな、白ヶ浜。あ、ありました、ここに白ヶ浜と書かれた看板がございます。そしてビーチ内での花火バーベキューは禁止と。で、公衆トイレも完備されているので、まあ、夏場これからはいいのかとは思うんですが、ただいま工事中で、重機が置いてありですね、進入禁止という形になってます。いや、めっちゃ砂が持ってある、ここ砂めっちゃ持ってある、これほら、海岸の砂がめっちゃモリモリになっとる、モリモリに、ここから進入禁止と。あー、残念。これから夏に向けて多分整備をしてですね、なので海岸からは見れんという感じですね。あら、まあ、じゃあ先ほどのところ行きましょうか。いやー、残念。まあ、これでね、今のうちに整備してこれからのシーズンに迎えるという感じでしょうか。いや、ここはでもね、人気になると思うよ。こんだけ景観良くて、夕日見れて、そんでもって海水浴場あって、で、道の駅あって、お風呂あってなんつったら、これ夏来るでしょう。残念ながら私また持ってないですね。また海水浴場に入れないということになってしまいました。なので、ここからですね、今日は夕日をちょいと眺めてみようじゃありませんかと。ほら、綺麗でしょう。この柵ない方がね、綺麗でしょう。ほら、これからすごくいい感じになるよ。ほれ、こっからね、ちょっとこの辺がいいか、この辺がいいかね、こういう感じでちょっと見ますか、見ますか、行っちゃいますか。東京出る前、何気なしに選んだ道の駅有明。しかし来てみてびっくりするぐらいのいい場所で、とても落ち着き癒される道の駅です。それは日本の夕日ではなく、どこか南国からの夕日を眺めているようで、ものすごく贅沢な気分。ここ道の駅有明リップルランドには、贅沢な夕日だけではなく、海水浴場やタコのモニュメント、そして併設されているさだ波の湯は、露天風呂こそないのですが、広くて綺麗な内風呂から夕日を眺めることができます。お風呂に浸かりながら疲れを取り、沈みゆく夕日を見ながらゆっくりと癒され、こんな贅沢なシチュエーションがあるのでしょうか。またレストランには、天草の郷土料理でもあるタコ飯をはじめ、海の幸にあふれ、有明海の恵みを存分に味わうことができます。全国あちらこちらの道の駅に行っていますが、こんなにも感動的で癒される道の駅は他にはないのかもしれません。それぐらいの衝撃がありました。ここはもう一度訪れてみたい場所であり、ぜひ訪れてみてほしい場所でもあります。毎日の疲れを癒しに出かけてみてはいかがでしょうか。きっと新たなる発見があるかもしれません。Thank you.
はい、ということでですね、若干こう雲に覆われちゃって、夕日がね最後紫色見たかったんですけどね、ちょっと出てますけども、見ることができませんでした。ただね、やっぱりこう空気うまいしね、ここ天草のこのリップルランド道の駅宿泊地に選んでですね、良かったなというふうに思っております。これからですね、この後ろにある、ここですね、お風呂に入ってですね、汚れをきれいきれいしていきたいと思います。ということで、無事にここ熊本県に事故、怪我、病気等なく1300キロ走って、着くことができました。これから熊本県内をですね、いろいろと回ってみたいと思います。ということで、リップルランドからの夕日でした。ではまたお風呂行きます。